はい、皆さんこんにちは、ナオトです。今日はですね、僕がビッグスリーを今までやってきた中で、一番重量が伸びたこと、3選、こちらをご紹介していきたいと思います。僕が個人でね、単純に感じたことなんで、まあなんか本当、まあ、参考になればな、ぐらいの感じで思ってもらえたらいいかなと思います。そこまでなんかこう、パーチューブでやるほどの深い話でもないかなとは思うんですけど、まあ簡単にね、気楽にラジオ感覚でもいいんで、聞いてもらえたらなと思います。僕はパワーリフティング始めたのが、多分ね、6年前か7年前ぐらいなんですね。だから、まあ、ここまでやってたら、家でも重量って伸びてくるんですよ。で、まあ、家でも伸びてるって言われて最近伸びてないんですけど、で僕ね、今ね、ビッグスリーの重量が545キロでしたね、この間の大会で。ね、自己ベストは550キロかな大会で出したことがあるんですけど、まあ、今最近はほぼほぼ戻って、545まで戻りました。ちなみにそっから下がったりは怪我なんで、まあ、一番は怪我をしないことってなるんですけど、まあ、そんなの当たり前の話なんで、まあ、怪我をしないっていうことは皆さんもちろん頭に入れながら話を聞いてほしいんですけども、何をやったら重量が伸びてきたかっていうのを3つにまとめたんで、で、その一つ一つに、まあ、理由もね、つけながら色々と話していけたらなと思うんで、まあ、まあまあ気楽に最後まで聞いてくれたら嬉しいです。では、やっていきましょう。では、まずですね、まあ、一つ目、たくさん練習をする。まあ、当たり前やん。って話なんですけど、まあ当たり前だろって話なんですけど、僕が今日話すことって、まあ今ね、ベンチベース例えば100キロ行ってないですよとか、スクワットも、ちょっと伸び悩んじゃってます。まだ始めて1年2年ぐらいなんですけど、みたいな人たち向けで話してます。なんで僕も、これって1、2年目、3年目ぐらいの時にやって、一気にバコーンって重量伸びた、みたいな話なんで、はい。で、まずがね、一つ目がそのたくさん練習をするっていうことなんですけど、まあこれはね、もう結構当たり前の話で、パワーリフティングっていうものを、皆さん、まあビッグスリーですよね。ビッグスリーを伸ばすっていう点で、僕がね、これすごい大事なと思ってるのは、ビッグスリーっていうものをトレーニングとしてじゃなくて、こう練習として捉え始めるとすごくいいと思います。これなんでかっていうとですね、ビッグスリーって、まあ、他の種目、例えばマシンとかダンベルとかね、そういう種目もたくさんあると思うんですけど、特にビッグスリーって特殊で、フォームによって重量がかなり変わる種目だと思ってるんですね。なので、例えば、じゃあベンチプレスでアーチを組む組まないで、重量って本当に僕の場合だったら、例えばですけど、アーチを組まないでじゃあベンチやりますってなったら、100キロで結構しんどいかなと思うんですよ。まあ、それぐらいフォームによって変わる種目なんですね。このビッグスリーっていうのは。だからこそ、フォームがすごい大事なんですね。これを練習として捉えてあげないで、筋トレとしてやってあげると、まあ、常に一定のフォームでね、特に考えずにやっていると、まあ、筋肉に対しての刺激は多少入るかもしれないですけど、まあ、こう重量を伸ばすために大事なフォームっていうところがどんどんおろそかになってしまうので、だから、フォームをうまくするためにたくさん練習をするっていうところが、ポイントです。まあ、僕はいつも野球で例えるんですけど、野球のね、投げ方だってさ、例えば筋量があったとしても、フォームが上手くなっていかないと、うまく投げれないわけじゃないですか。だから、それと一緒でビッグスリーっていうのも、たくさん練習することによってフォームが上手くなっていくんですね。で、たくさん練習すると気づけることがたくさんあるんで、そうしていくと、どんどんビッグスリーっていうのは上手くなっていって、扱える重量が、これ本当に増えていきますか。だから、僕は1年目の時っていうのは、もう楽しすぎて、がむしゃらに、もう週6、7ぐらいを、もう毎日ビッグスリーやってた。まあもちろんそのビッグスリーの中でね、デッドは週に2回とかって分けてましたけど、ベンチなんてほぼエブリでやってたので、週6、7ぐらいやってた時もあったし、そんな感じでやってました。でもね、劇的に伸びたっす、マジで。じゃあ今はどうなのかっていうと、今はそこまではやらないです。なぜかというと、もうある程度やっぱりフォームも身についてきたから、まあそこまで無理してね、こう、しかもあの時より扱える重量も増えちゃってるんで、まあ関節への負担も強いから、毎日そんなに重いものたくさん持とうとは思わないんですけど、ただ、始めた時っていうのは重量もまだまだだったから、たくさん練習をしてフォームをうまくするっていう点では、すごく良かったなと思います。だから最初のうちはね、やっぱこう、たくさん練習をするっていうことでフォームがうまくなります。ですね、これね、もう一個いい点があって、たくさん練習をすることでビッグスリーのフォームがうまくなるんですね。ってなると、これ、ね、他の種目に対してもすごくいいことがあって、例えばダンベル種目とかマシンの種目とかでも、まあ、肩甲骨の使い方とか股関節の使い方がうまくなって、他のマシンとかダンベル種目にもいい影響がたくさん出ます。あ、ベンチでこういう使い方したからダンベルでもこうしてみようみたいなね。やっていくと、あれこれ前よりすごい重量も扱えるようになったし、効いてる気がするなみたいなのがね、これ本当に実感してくるんで、まあ腹圧の点だったりもそうですよね。ダンベル種目でも腹圧をしっかり入れてやってあげたりすると、パワーが入ったりとか、腰とか肩とかに対しての負担も少なくなったりするんで、これマジでおすすめです。たくさんまずはビッグスリーを練習する。もちろん体の疲労と相談しながらやらないと、まあ、怪我をしてしまうんで、もちろん怪我をしないっていうのはね、最初にも言いましたけど、一番大事なんでね。では二つ目いきます。二つ目はですね、ストレッチに時間をかけてください。
ストレッチ、僕らのパーチューブの動画でもたくさん言ってると思うんですけど、これストレッチをね、やらないっていう人がね、多いっすね。これ本当に多くて、僕普段はパーソナルトレーナーをやってるんですけど、まあ僕のね、ジムにもね、最近すごいありがたいことに、ビッグ3を伸ばしたくて来ましたっていう方がたくさん来てくれるんですけど、で、お話聞いていく中で、今こう、重量こういうところで悩んでますって話をたくさん聞くんですね。で、なって、ストレッチって普段どれぐらいしますかって言うと、ほんと5分ぐらいしますとか、いや、ほぼほぼしないでやっちゃいますみたいな人がすごく多くて、僕もやっぱり始めた時ってそうだったんですけど、ストレッチってめんどくさいんですよね。これマジでめんどくさいじゃないですか。なんですけど、めんどくさいけど、トレーニングと同じぐらい大事なんですね。ストレッチをすることによって、筋出力が下がっちゃうからやらないですって話も聞くんですけど、まあ確かにね、それは研究結果とかでも出てるかもしれないから、本当のことなのかもしれないですけど、でも僕は、ストレッチをしないことによって起こるデメリットの方が圧倒的にでかいと思ってて、まあじゃあまず何がデメリットであるかっていうと、まず怪我をするっすよね。これ間違いなく怪我しやすいっす。だって関節の可動域とかをある程度、広げない状態でいきなり重いのとか、パン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 やってっちゃうと、肩痛めました、腰痛めましたっていうのももちろん出てくるんですよ。あとはですね、パフォーマンスが日によって差がめちゃくちゃ出ちゃいますね。例えば、昨日は柔らかい状態でできたけど、なんか今日めっちゃ体硬いなみたいな日あるじゃないですか。じゃあデスクワークずっとやってましたってなったら肩とかね、すごい凝っちゃって全然動かないよみたいな日もあるじゃないですか。昨日はそのままやってもそんなに可動域も狭くなかったから、ある程度いい感じでできたけど、今日はもうデスクワークしすぎちゃったからガッチガチの状態でやってたら、全然昨日と重さ変わっちゃったりするんですね。で、こうやってパフォーマンスの差が出てると、全然重量って伸びていかないです。だから、それをパフォーマンスをなるべくいつもと同じ状態にするためには、ストレッチにしっかり時間をかけてやってあげる。別に最低これぐらいやってくださいとかないっすけど、ただ、やっぱり僕の周りとか見てても、まあ、30分近くはストレッチやってる人が多いかなとは思います。もちろんその人の、柔軟性にもよると思いますけど、ある程度全身の関節だったり筋肉っていうところを動きやすくしてあげた状態でトレーニングに入っていった方がいいと思います。じゃあ最後、3つ目ですね。最後3つ目はですね、これ筋量を増やす。これはね、シンプルだけど、非常に大事です。まあ、パワーリフティングっていうぐらいなんでね、パワーがないと、やっぱり重いもの持てないですよ。まあこれ筋量をシンプルに増やすっていうことは、やっぱりこう重いものを持つためには絶対大事なんで、ここを大事に思っといた方がいいです。で、じゃあビッグ3だけやってりゃいいのかっていうと、そうではなくて、でも確かに基礎的なところで言うとビッグ3をやってるだけでも筋量増えます。増えるんですけど、ただ、やっぱりパワーリフティングのトレーニングって結構回数を少なく、重いものを持つみたいなことも多いと思うので、もちろんその中でも筋量っていうのは増えていくんですけど、やっぱり物足りないところも出てくるんで、まあそういうところで僕がこの時にやったことっていうのは、例えば胸だったらダンベルプレスとかスミスのベンチプレスを入れて、しっかり胸を追い込んであげるようなトレーニング。これは別に毎日やらないですよ。週に1回とか、まあ多くても2回ぐらいしかやらないんですけど、まあ筋肥大させるためにしっかり筋肉痛が来るぐらいまでは追い込んであげたりとかしてました。まあ、あとは背中のトレーニングね。背中ってやっぱデッドリフトで鍛えれるとは思うんですけど、じゃあ細かく鍛えれるかっていうとそうではないので、まあ、デッドリフトだけじゃなくて懸垂だったりとかラットプルダウンとか、まあベントオーバーロールとかね、そういうような背中の種目をしっかり入れてあげたりとか、あとは自分の今の弱点どこなんだろうっていうところで、じゃあ三頭が弱くて最後押し切れないんだったら三頭筋鍛えてあげるとかね、まあそういったところで筋量増やすっていうのは大事ですね。もう本当に日本のトップ選手見ててガリガリな人っていないんですよね。だって例えばね、66キロ級で600キロ以上持つ人たちで筋量少ないなって思う人なんてまずいないし、やっぱりみんなゴリゴリなわけですよ。だからやっぱりこの筋量っていうのはやっぱりシンプルにね、パワーを出すために繋がってくるんで、これは筋量っていうのは大事です。じゃあ筋量を増やすためにはどうしたらいいかっていうと、まあさっき言ったように補助種目ですよね。まあダンベルプレスとか、そういったものをやり込むっていうことと、まああとはですね、僕はね、すごい実感したのはやっぱ食事をしっかりすること。まあプロテインだけ飲んでりゃいいやってことじゃなくて、やっぱり炭水化物との兼ね合いとかもそうだし、あとは鶏の胸肉みたいなね、まあ低脂質で高タンパクみたいなもの、やっぱ体にいいものというか、筋肉にいいものっていうのをしっかり取ってあげる。プロテイン飲んでるから、タンパク質はたくさん取れてるから他のところは適当でいいやじゃなくて、ちゃんと白米とか、まあ、自分に合った炭水化物でいいと思うんですけど、そういったものと、僕の場合だとやっぱり鶏肉すごく良かったなと思ってます。そういうものをたくさん食べて、変に脂肪を増やしすぎないように筋量を増やしてったっていうところは、こう伸びてきた兼ね合いの中では大事だったかなと思います。まあ、以上の3点ですね。まず1つ目がたくさん練習をすること。まあ、フォームが上手くなったりするんで、これすごい大事ですね。で、2つ目がストレッチに時間をかける。怪我をしないっていうのと、パフォーマンスの向上っていうところに当てられるんで、この2つ目。で、3つ目が筋量を増やす。単純にパワーを出すためには筋量が多いと、力が出やすいんで、重量アップにつながると思います。ということで、もうめちゃくちゃ喋ったんですけど、まあ、この3点ですね。はい。まあ、僕はすごい大事だと思ってます。
はい。まあ僕がね、こうやってきた中で、まあ最初の頃に爆伸びしたっていうのはこういうところがあったのかなと思います。今はね、全然トップ選手とも言えないし、まあトータルも545キロ、66キロ級で545なんで、まあ全国的に見ても別にそんなに強いとは、強くはないですね。まあその中でも、まあ今は545まで伸ばしてきた中では、すごいこういったことが大事だったかなと思います。ということで、こんな感じになります。でですね、こう今僕着てるんですけど、こう新作の T シャツ、まあズボンも今履いてるんですけど、今座ってて全然見えないんで、このまま喋るんですけど、この新作の T シャツだったりとか、まあこのキャップもそうですけど、ピエールカレッジの商品、新作も出てるので、ぜひ皆さん見てください。まあキャップは新作じゃないですけどね。新作がたくさん出てるんで、ぜひ皆さん、一度サイトの方を見てください。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思います。何か質問があればコメント欄へお願いします。やってほしい企画などがあれば、絶賛ネタ切れ中なんで、ぜひ皆さんコメント欄に書いてください。それでは、さよなら。